皆さんこんにちは、レクセン2講師の根本です。ここでは中上級生を対象に年内どこまで勉強していればいいかといったアドバイスをしていこうと思います。年内の学習順調にいっていますか？で、これをイエスと言える受験生は普通いません。あ、ここまでやりたい、もっとやりたいと、あ、ここまでやるべきだったというふうに言う人がほとんどです。では本当の本当の最低ラインってどのあたりなのかと。全科目の学習って一旦はやりましたか？読み込むだけでもいい、解くだけでもいい、全科目触れましたか？ここまで言ってれば御の字です。多分主要4科目、この主要4科目まで触れていること、これが本当の最低ラインじゃないかと思っています。あくまでも触れるです。で、これをどんだけ自分に定着させるかっていうのは1月からの勝負です。でも人によっては、いや実はそこまで行きたいと、まだ民法途中だとか会社法の途中だという方もいると思います。でもその方にはどちらかをちょっと考えてほしいんです。もう3末までに1回しできればいいやと言って割り切るんだ、12月末までなんとかやりたいから、3末まで一回しするというふうに考えた方はぜひもうスケジュールを立てましょう。どのタイミングでどの科目をやるかといったスケジュールを立てましょう。ただできれば当練をベースにした方が無難です。今までの勉強で一回しできなかったんですから、これから自分でやって一回しできるという保証がないと思います。であれば当練をベースにし、その当練に追っかけながら一回しししまう、いった方がいいと思います。一方、なんとかして12月までに一回ししたい、これはほとんど不可能です。だってあとどれぐらい残ってますとなれば、もしやるとしても雑に一回しする。一つの方法としては、全科目について1分野1問ずつ問題解く、1分野1問ずつで1問でも問題を解けば何となく記憶は戻します。それでとりあえずは触れたって扱いにしちゃう。でも穴だらけで嫌だという方はもう年末までどれか一科目というふうに絞りましょう。絞ってそこまではやりきりましょう。やりきったっていうのは重要です。ぜひ12月まで頑張ってください。本日の動画は以上です。またお会いしましょう。